楽しく行動し成果を出し続ける人は動物の使い方がうまいワイルドコーチングの佐藤ですで今日はコーチングの上達の成功法と題してちょっとお話をしてみたいと思います今 AI ですよねこれによってかなりの職種の方々仕事を失うんじゃないかというふうに言われてるんですよねで残ってくるのはどういった 職種になるかというと教育これは残るんではないかというふうに言われていますそうするとコーチングってまさにこれ教育ということに広い括りで言うと入ってくると思うんですよねそういうこともあって例えばですね税理士とか会計士とか弁護士とかそういったお仕事の方 がコーチングを学ぼうというふうにすごく興味を持っていらっしゃるわけなんですね。その中でできるだけ効率よくコーチングを学ぶためにどうすればいいかっていうご相談を受ける機会が最近増えてきていました特に弁護士さんとか会計士さんとか税理士さんそういった修行の方 国家試験をパスしていますからこういった上達するための効率っていうのは非常に、まあ、重視するわけですよね。で今回お話ししたいのは先日電車に乗っていたら年の頃は70歳ぐらいのご夫婦。 まあ、老夫婦とといいいいうう言い方をしていいかと思うんですねそしてその子供さん娘さんらしい40代ぐらいの女性が3人で乗ってきました土曜日だったんですよねでおそらく乗車してきた駅は大きなホテルが結構あるのでそしてこの3人のいでたちまあ服装から見て 親戚の結婚式、披露宴に参列するためにどこかから上京してきたんじゃないかなそんな感じなんですよねである会話が聞こえてきましたそれはこの40代ぐらいの女性娘さんが、まあ、70代ぐらいのお母さんですよね実の母親に対して多分こ靴の紐がほどけてたかなんかだったんだと思うんですけど直してあげてたんですよね で、その時に、もうみっともないから、もうみっともないって言われちゃうわよ。もう連発して、この娘さんが治してたんですよ。で、お母さんは申し訳なさそうに、まあ、申し訳なさそうな表情をして、まあ、その、紐を結んでもらってたと。お嬢さんとしては、よかれと思って、そして、久しぶりに会う、おそらく親戚に、 まあ、みっともない姿母親の姿は見せたくないなとそういった子どもの、まあ、気持ちで行動されてたと思うんですがこのみっともない「みっともない」「みっともない」って言われちゃうわよこういった言葉を使って、まあ、親に接しているっていう状況を考えた時に「うーん」と思ったんですね自分がこのじょお嬢さんの娘さんの立場 がもし自分だったらどういった言葉をかけてそして靴ひもを結んだかなというのを考えてみたんですそしてこれが実は今日のテーマであるコーチンング上達のの成功法このヒントだと思うんですね親が子供に対してコーチング的に関わるっていうのは今かなり 注目を浴びてそして取り入れられていらっしゃる方も多いと思います実際佐藤も小学生ぐらいの時ですかね親が結構ですねまあ母親は教員なんですけども父親もすごくこうコーチング的に関わってくれたかなっていうような思い出があります例えばですね寝癖をつけて学校に行こうとするとですね父親なんかがですねおい まあせっかくいい男なんだから、もう少し、その髪の毛、ちょっと、なんとかしたらどうだ、もっとかっこよくなるぞ、みたいな感じでですね、まあ言ってくれたような記憶があるんですよね。せっかくいい男に産んでやったんだから、とか、そんなことを言われたような気がするんですよ。で、まあそういう悪い気はしないわけですよね、子供としては。どちらかというと、 もないかかかららとか笑われるからっていう言い方で指摘されるよりは、まあ、気分よくいけるわけなんですよね。で今度視点を逆にしたいと思うんですね。子供が親にコーチング的に関わるこれがこれから高齢化社会。 高齢社会の日本においてはかなり重要になってくるんじゃないかなと思うんです先ほどの電車の中のこの親子の会話考えてみるとこういったみっともないからみっともないって言われるからっていう関わりとは別の関わり方ってあるんじゃないかなって思うんですよそしてこの関わり方こそがですね 実はコーチングの上達の成功法なんじゃないかなと思うんですつまりコーチングを上達したかったら親をコーチングしましょうってことなんですよ確かに厳密な意味で言えばコーチングっていうのは利害関係がない状態の間柄でですね行われる方が望ましいというような考え方もありますですから、えー、親子とか家族とか、まあ、第三者 えー、親子関係家族関係ではやらないでですね第三者でやるっていうのが原則だとは思うんですが広い意味でコーチング的な関わり方と捉えてほしいんですよねで、それは子供が親に対して行う勇気づけていくようなことが実はコーチング上達の成功法なんじゃないかなっていうのを思ったんですよねこれは 親、自分の親を勇気づけていくっていうのは実はものすごく複雑な感情が入り混じります自分の実の親が年老いて今まで簡単にできていたこと先ほどの例で言えば靴ひもがもうほどけてしまってもうピローンとなってるわけですよそれをもうみっともないとで気づかないわけですよねそれをやってあげる もう全くっていう気持ちもあるしもうこんなに老いてしまったのかというようなちょっと悲しいようなそんな思いもあるかもしれませんまあそういった思いもありながらやはり実の親恩、うん、ありますよね勇気づけていくそして自分が今度ですね自分自身の様々な感情こういったものを コントロールといいうかですね、整理していく。一つ俯瞰していく抽象化していくそういったトレーニングにもなるんじゃないかなというふうに思ったわけです。これから認知症の問題とか医療費の問題とか高齢社会少子化さまざまなことが直面されていますが。 コーチングっていうのはそういった問題においていろいろな面で影響を与えることができる可能性を持っているそういうふうに感じた次第です。え今日も最後ままでごご覧いいただきありがとうございます。